こんにちは、シーバードです。最近ですね、 YouTube を見ててマルチ商法アムウェイの話をですね結構見るようになったんで、まあ自分もですねバンド時代に勧誘されたことがあるので、その時のお話をさせていただきたいと思います。で、僕はですね3人にですね今まで勧誘されたことがありまして、もう20年ぐらい前ですね、ちょうど。まあその時はですねインターネットもそんなに普及してなくて、まだiモードみたいな感じの時代だったんですけれども、アムウェイのことをですね僕知らなかったんですね。そもそも社会経験の少ない無知なバンドマンみたいな感じでですね、最初に勧誘されたのは同い年の大学生ですね。まあ、バイトで知り合った友達だったんですけれども、まあ、とある日電話がかかってきて、で、まあ、なんだかんだいろいろ話してたら、サイドビジネスを俺始めたんだみたいな感じ で、化粧品の販売みたいなことをやり始めたよみたいなので、で、面白いからちょっと一回会おうよって声をかけられてですね、一度ですね、渋谷で会おうと言われて待ち合わせをして行ったんですね。喫茶店かどっかでですね話をしてて、実はすぐそこにその会社のビルがあるんだということで、行ってみようよで誘われてですね、まあ渋港のすぐ近くのですねビルにですね連れて行かれたわけですよ。そこにはですねすごい大勢の方々がいて、なんか会議みたいな感じというか、まあ学校の朝礼というかですね、まあ始業式とか終業式みたいな感じでステージがあって、で教団みたいなのがあって、でそこにもう200人とかですね300人とか人がその会場にいて、ただですね、まあ、ちょうどというかですね、まあそれを狙って僕も呼ばれてたんですけど、表彰式みたいなことをですねやってて、まあなんとかクラスのなんとかさんとかって呼ばれて表彰されて、これだけ売りましたみたいな、でこれだけ稼ぎましたみたいなことをやって出ましたね。でなんか偉い方が出てきて、みんなで頑張って売ろうぜみたいなことをこうやって、まあその時にですね、何これみたいな感じで友達に質問したら、なんかたくさん売った人はここでこうやって毎月表彰されるんだよみたいなことをですね言われて、まあ、何の団体なんだろうみたいな感じでちょっとうんってそこで一回思ったんですね。まあそのままですねアムウェイの会員の方々と飲みに行って、でまあそこでアムウェイの良さとか商品の良さをですね、まあいろいろと説明してくれてましたね。でまあ僕的にはですね、その時は特に何も思わなかったんですよ。あ、こういう人たちもいるんだとか、こういう商売もあるんだなみたいな感じで、僕が別に被害を受けたわけでもなかったので、まあ、そこは全然普通にスルーしてお話聞いて、あ、そうなんだ、こういうビジネスあるんだと思って、21歳の僕からしたら新鮮な感じではありましたけどね。その数日後ですね、僕らがワンマンライブをやって、で打ち上げをやるんですけれども、その時にですねその彼がですね、なんか打ち上げ行くよみたいな感じで電話が来て、で基本的にあのワンマンの時の打ち上げっていうのは、まあ、メンバーの他ってまあ友達数人と、まあ、スタッフさんと、あとはお客さんの子たちを呼ぶので、まあ、女性の方が多いんですね。まあ、女の子が 40、50人いるので、まあ彼はですねそこを狙ってきてたみたいなんですよね。まあ打ち上げがスタートして、まあ大きい座敷なので、まあその彼と隣になることっていうのもほとんどなかったんですけれども、まあこう点々とテーブルを移動してお話をいろんな方としてる時に、まあたまたま彼の隣に行ったら、そのアムウェイの化粧品の良さとかをですね、すごくそのお客さんの女の子とかにですね話をしてて、で買ってよ買ってよみたいなことをやってたんですね。でそこでちょっとやめてくれよみたいな話になって、まあちょっといろいろ吸ったもんだあったんですけれども、まあそっからですよね、なんかちょっとあの人格が変わったかのように、その押し売りみたいなことをやり始めたんで、ちょっと困ったなと。その後もですねライブがあるたびになんか連絡があっては打ち上げ行くよみたいなことをですね言われてたんですけども、ちょっと断ってましたね。うん、
まあ、そういうことがあってちょっとマルチ商法みたいな感じになり始めてた頃にですね、また今度別の友達から飲みに誘われて、まあもう何年ぶり数年ぶり、もう5年6年ぶりぐらいだったんですけれども、飲むや否やもうビール乾杯した矢先にですね、もうアムウェイの話をされたんです。なんだこれと思って、最近流行ってんのかなみたいな感じで、で俺この間こういうことがあってこういうことされたからすごくなんかすごいイメージ良くないんだよねみたいなことを話して、まあそれでもですね、いやここがこういうふうにいいんだみたいなことを言われたんですけれども、まあ今日はその話なしにしようぜ、久しぶりになったんだからちょっと楽しく飲もうぜって言って、その場はそれで終わった。まあバンドやってるんだからっていうのはやっぱり言われましたよ。バンドやってて、まあそういう売る人たちがいるんだから絶対やった方がいいよみたいなことは言われましたね。まあそこでもちょっとね、丁重にお断りはさせていただきました。バンドのお客さんってチケット代を払ってバンドを見に来てくれて、でまあもちろん交通費もかかるわけだし、で CD 買ってくれたりとかするわけじゃないですか。それでなんかまた化粧品とか売るのって全然違うなっていう感じだったので、それだったら俺 CD 買ってもらうわみたいな感じで、その時は断りましたね。もう結構ねこうやって立て続けにこうあったんですよね。爆発的に人数を増やしてた時期なのかもしれないです。で極めつけはですね、主催イベントに呼ばれた時の話ですね。これは結構ね壮絶というかですね、驚きましたね。まあとあるバンドがですね、まあ距離的にはそんな近いバンドではなかったんですけど、知り合いのバンドの知り合いでまあちょっと知り合ったっていう勘違いの距離感だったんですけれども、そこがまあ主催ライブをやるっていうところで、まあそこそこお客さん呼んでたみたいなんですね。でまあそこが主催するからスリーマンぐらいでライブやろうよみたいなので誘われて、まあそのイベントにですね出演することになったんですけれども、その主催しているバンドのボーカルさんがアムウェイをやっていて、まあ何がすごいかっていうとですね、これライブハウスにアムウェイの空気清浄機をですね、何個ぐらいだろう、6個ぐらいですかね、こう両端に置いて、でステージにもですね2個ぐらい置いて、もう販売スタイルというか勧誘スタイルがもう整ってるわけですよ。でライブの MC で今日は空気がいいと思わないかみたいなことを本当に言ってて、でそれはみんな横見てみなよ、空気清浄機があるだろみたいなことをですね本当に言ってたんですよ。これすごいなと思って、まあいろんなねスタイルがあるんだなとは思ったんですけれども、まあちょっと自分にはできないなっていう感じではありましたね。で結局ですね、やっぱりまあその3名とはですね疎遠になってしまいましたし、まあ、僕はマルチ商法に関しては肯定的でも否定的でも全然ないんですけれども、まあ中立な感じでなんですけれども、まあ友達やファンをなくす可能性がある、まあそういうリスクがあることはちゃんと理解をした上でやる人はやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思っております。バンドマンだったら空気清浄機売るより曲を売りましょうっていうか CD 売りましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。